ピーセクは、チェコ、南ボヘミア州の都市。プラハの南約1 0 0トル、フラデツクラーロベーの北約5 0トルに位置する。市街は、オタバガーの両岸に沿っている。ピーセクとはチェコ語で、砂を意味する。最初の定住者たちは、旧石器時代後期にすでに現在の市街北部に、定住を行っていた。鉄器時代には、後に都市ができる場所に、ケルト人が暮らしていた。 その後、ゲルマン人とスラブ人が定住した。おそらく12世紀頃、聖バーツラフ教会が村の中にあった。1308年には、アルトピセク、アルトピセクの名が現れていた。実際の中世の都市は、13世紀半ば、バーツラフ一世一世末期にあった。都市の最初の記述は、1243年の王の文書においてである。 バーツラフ一世の息子をたかる二世は、南ボーヘミアにおいて、プシセミスル町の力を強化するためにピーセック建設に特別な注意を払った。短期間で、教会とドミニコ会修道院のある都市に要塞が築かれ、川には石の橋が架けられ、1256年には王立都市となった。ピーセック建設の理由は、オタバ川で見つかる砂金であろう。ピーセックは、 金の通商炉、ゴルデナーシュタイグを監視する南ボヘミアにおける王権の拠点だった。都市は、ボヘミアの支配者から、数多くの特権を授けられ、その富の基盤とした。1419年にピーセクはフス派に加わり、その中の旧神派であるターボル派に属した。1452年までピーセクは、その独立性を維持した。1五百九年当時、 ボヘミアで最も裕福な都市の一つに数えられた。彼らは、ピーセツ家山地の森林地帯にある王家の城を購入したのである。繁栄の時代は1630年代まで続いた。1532年、ピーセクは大化で建物のほとんどが消失した。1543年、神聖ローマ皇帝フェルディナント一世に対する反乱にピーセクは参加し、 失敗している。P セクは所有するすべての権利を剥奪される罰を受けた。品物は後で返されたが、都市の危機はさらに近づいた。30年戦争が致命的な結果をもたらした。P セクは3度征服された。特に1620年9月30日の最後の包囲戦で、都市は帝国軍に完全に破壊され、人口の一部が 都市の周囲に住むほどとなった。衰いた都市はさらに1627年、1646年、1651年と火災の影響を受けた。都市の回復に数十年を必要とした。1744年には中流軍の中屯地が置かれた。強力な愛国運動が起きた19世紀後半、産業革命が起き、1888年に 市営発電所が運転を開始した。1918年10月14日、チェコスロバキア共和国建国が P セクで宣言された。都市は多くの高校があり高等教育の中心である戦前の伝統を受け継ぎ、学生の街である一方、夏の観光客や平穏な老後を過ごしにやってくる退職者の街となった。P セクを トマーシュ・マサリクとエドバルド・ベンデシュが訪れている。1939年以降、P セクはナチス・ドイツの米面命令保護領下に入った。都市が解放されたのは1945年5月10日、ソビエト軍によってであった。2002年8月に起きた大洪水は P セク市街の大部分に被害をもたらした。京都市は再建されている。ありがとうございます。